ぱり今まで誰も知らなかったことを自分が世界で一番最初に知れるっていうのがすごく面白いことだと思っていて、多分自分が持っているテーマっていうのは世界で自分しかやってないテーマだったりするんですね。どんなに小さいデータでも自分が世界で一番最初に発見しているんだなって思うと、すごくやりがいがあることだなと思います。工学系研究科化学生命工学専攻博士2年の高倉真由子です。普段どんな研究をしているかといいますと、人の体の中で遺伝子の情報が発現するには RNA という分子が重要な役割を果たしています。その機能を支えるには RNA 分子のさまざまな飾り、RNA 修飾というのですが、 RNA の飾りがどんな役割をしているのかなということについて研究しています。分野の研究の魅力っていうのは、多分努力が反映されるっていうのがすごくいいことだと思っていて、3歳の頃からずっとピアノを続けてきて今も続けてるんですけど、ピアノの練習と研究っていうのはすごく似たところがあって、次はどういうふうなことを実験して検証すればいいのかなっていうのを考えていくっていう過程は似ていることがあって、なんか毎日コツコツと手を動かして考える努力をしていれば結構見えてくるものがあるっていうのが、こうすごく魅力のあるところだと思っています。ちっちゃい頃に食べ物不思議図鑑と体の不思議図鑑があって、もう本当にページ全部取れるぐらい何百回も読んだすごい図鑑があって、食べ物楽しいなとか人の体について勉強するの面白いなって思ってたので、多分そういうところからなんとなく健康とか自分たちの体を形に作る部分には興味があったのかなって思います。ピアノを弾くこととクラシック音楽は全般何でもよく聴きます。最近は椎名林檎や東京事変が非常に好きです。また本については源氏物語や伊勢物語などを読んで1000年前に思いを馳せています。古典って題材が、恋愛とか結構その身近なものが多くって、読んでると結局1000年経って人間考えることはみんな一緒なんだなっていうのに、なんかこうすごい安心感を謎に覚えるので、結構それが好きで古典よく読んでます。私は大学に入学した時は自分がどんなことに向いてるかっていうのも全然わからない状態だったんですよね。なので実は高校生向けのオープンキャンパスに大学に入ってから行ったんですけれども、いろんな学部の研究の話とかを聞けて非常に刺激になりました。でそこで鈴木教授の講演を聞く機会がありまして、生体内の RNA の中の飾りが一つなくなるだけで病気の原因になるっていう研究成果を発表されてて、今の研究に興味を持ちました。なんか自分はこう生涯通して社会全体の健康っていうところに貢献できればいいなと思っていて、なんか今はその病気の原因とかになるかもしれない生体内のことについて研究してますけど、なんか公衆衛生的な部分にも興味がありますし、あとはその病気を治す実際薬を作る方とかにも興味があるので、なんかそういうところをこう総合的にいろいろ勉強して、なんか人類の健康に寄与できる人になったらいいなって思ってます。